いやー参ったよな。ほんともあんな話になるなら言ってくれって。黙れ。腹渡が煮えくり返ってんだよ私は。しょうがないだろ。ほんとまさかだよ俺だって。しょうがなくねえよ。お前はなるべくしてこうなってんだよ。だいたい本当にここまで来る必要あったのかよ。ただ旅行したかっただけだろうが。お前現実逃避したかっただけだろ。いやどんなとこかもわからないのに書けないだろって。その街の空気とか。何が空気だよ。空気なんか読めないくせに。いいよねあんた横に乗ってふんぞり返って私のこと財布や運転手代わりに使ってな。ああ、あんたに付き合った私がバカだったわ。ほんとバカ、クソバカ。我ながら嫌になるわもうこのバカさ加減。ねえ喧嘩？喧嘩？喧嘩じゃないよ。パパの仕事が何もできなかっただけ。ママ仕事たくさん休んでこんな遠くまで来たのにね。もったいないね。ダメだね。何しに来たんだろうね。ダメダメだね秋のパパは。お前いい加減。何？お前つった今。いい加減にしてほしいのお前だっつーの。自分だけ酒飲んで赤い顔しやがって。しょうがないだろ。取材してあんなごちそう前に出されたらさ。取材なんかしてねえだろうが。断れないだろってあの状況で。いやチカちゃんだって刺身とか食ってたじゃん。食ってねえわ。食ってたし。食ってない。食ってたじゃんカツオとか。俺見てたからね。お酒が飲みたかったんだよ。